倉大山は、伊ブスキ山地に属する標高475.4メートルの山である。鹿児島県南薩摩市と枕崎市との境界付近に位置する。杉、ヒノキ、松などの人工林に覆われた場所が多いが、山頂付近にはシー、イスノキ、クロキなどの天然林も見られる。古代山地に海底に堆積した四万塗装群と呼ばれる地層に花崗岩が貫入して、 ホルンフェルスが形成された地質構造となっている。蔵王山付近で産出される蔵大石はこのホルンフェルスである。蔵王山の北部では砂鉄を産出し、製鉄が行われていた。また、南部にはシカカゴカナ山と呼ばれる金の鉱山があった。中世において、重要な港であった某津と鹿児島城とを結ぶ街道が通っており、商品を保管するために、 多くの蔵が建てられていたと言われている。増地山とも呼ばれていた。枕崎市川の頂上には、鹿児島県内のテレビ局と FM ラジオ放送局の中継局が設置されており、南札方面の期間中継局として機能している。枕崎中継局として知られる。枕崎市東四角の3648に設置。鹿児島県内初の地上デジタル。 放送中継局として、カノヤ中継局、アクネ中継局、ガモウ中継局とともに2007年10月1日に開局した。同年7月30日に、総務省九州総合通信局より、放送予備免許が交付され、8月2日から試験電波の送信を9月19日の15時から試験放送を実施した。MBC と KKB においては、 シハラの鹿児島本局からキユ中継基地を経由した電波を中継している。MBC の中継局はアナログ中継局を継続使用しており、送信アンテナは2007年7月17日に設置された。MBC の電波は種ヶ島中継局と南種中継局にも中継され、特に南種中継局からは奄美群島方面にも伝送されている。 遠くは約1 6 0トル離れたトカラ列島の口の島でも共同受信されていたが受信状況が不安定であったため2011年度中に受信対象を中野島中継局に切り替えることとなった。地上デジタル 218CH においては地上デジタル放送 G ガイドで提供されている。 番組表データが放送されており、物理チャンネル 20CH の MBC の放送波で送信されている。受信機の選挙区順では、KTS の後になっている。MBC は1964年10月1日に、KTS は1970年3月28日に、KKB は1982年10月1日に、 雇用手は1994年4月1日にそれぞれ開局。全局2011年7月24日に廃局された。KTS の中継局は、ガモウ中継局からの電波を、離島方面の中継局へ伝送する役割も担っていた。FM 鹿児島は、南札方面、種子島の西半分、薬島の北側及び、古式島列島を放送エリアとする。 MBC ラジオは FM 保管中継局として2015年10月14日に免許が交付され11月1日に本放送を開始した。NHKFM と FM 鹿児島の ERP はかつては両局とも 130W であったが2015年現在は NHKFM が 140W、FM 鹿児島が 125W にそれぞれ変更されている。 ありがとうございます。